若手議員の懇親会に露出の多い衣装を着た女性ダンサーを招き不適切な行為があった問題で、自民党は青年局長を辞任した藤原崇衆議院議員の後任に鈴木貴子副幹事長を充てる人事を決めました。信頼回復に党一丸となって取り組んでいかなくてはいけない、そういった最中においてこういった形で水を差す、そしてまた火に油を注ぐような事態に至っているということを国民の皆様に心からお詫びを申し上げたい。また梶山幹事長代行は党の全員が緊張感を持って臨まないといけないと釘を刺しました。一方野党側は時代錯誤だと批判し、自民党が自ら内部調査をし映像を公開するべきだと指摘しました。自民党さんが内部調査をして、むしろ自ら公開をしてですね、こうしたことがあったけど、これでこうした処分をしたということをですね、先んじてやることが危機管理だというふうに思います。極めて残念ですし、正直恥ずかしい思いがします。おかしさをおかしいと思いながら正すことができなかったと、これは裏金問題にも通じる問題だと思います。